何これ緊急依頼頼むわ。というわけで上流にはこれからキャバクラに行ってきてほしいんや。キャバクラに？そや、この近くに新しくクラブヘブンリーっていう新しいキャバクラができたらしくてな。なんでもそこ、あ、生っぽいキャバクラ、これだ。なんか今回あれらしいね、生キャバらしいね。生ってなんじゃってなるけど、生っぽいキャバクラなんだそれで。今まではさ、あのモデルでポリゴン作ってたのが実写になってるってことでしょ。まあ未来主さんもそれを調べてきてほしいんやと思うで。作ってる雑誌の締め切りがギリギリで、至急誰かに見てきてもらって感想が欲しいらしいんや。うちが言ってもええんやけどこういうのはキャバクラにもめっちゃ詳しいムツリスケベのジョーリューさん。なんでや、キャバクラに詳しいだって一言も言ってないし、ムツリスケベだってところも見せたことはない気がするんですけど、調査ができると思ってな。誰がムツリスケベだ、うん、だがまあキャバクラにはそこそこ知見経営したりしたしね。これやっぱり当たり屋だ。頼むわ。もしかして前作やってます？赤目、その生っぽいキャバクラで遊んできて報告頼めるか。仕方ねえな。でもまあキャバクラにあるムッツリスケベやな。ちょっと気になるし気分転換にもなりそうだ。顔を出してみよう。キリュウちゃんってさ結構スケベだよね。あったクラブヘブンリー。今までのキャバクラの場所と違うね。新規オープンって言ってたしな。かしこまりました。それではご案内させていただきます。おー、まずは2人ってことかな。プロフィール、あ、わかんない。あ、これもしかして聞いてくことによって知っていくってこと？ってことか。階層もある。ほな、じゃあちょっといきますか。ケイさん、おっぱいでかっ。あ、どうも。おっぱい、うえ、ちょっと待って、今いらっしゃいませ。おっぱいの下見えたよ。ケイと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい服着てますね。私アメリカ生まれなので。あ、そうなんだ。日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。え、全然全然、うまい、日本語うますぎる。あ、あー、クエスチョン。十分自然だと思うぞ。俺と話して上達すればいい。ちゃんと接客できるのか。圧ダメだろ、絶対ダメなやつやん。ちゃんと接客できるのか。嫌な客。でもこれは俺が引っ張っていくみたいなところを見せていこう。俺と話して、あ、上達すればいい。俺と話して上達すればいい。お、いいね。そう言っていただけると嬉しいです。ちょっと待って、おっぱいの下がやばいんだけど。いっぱい話しましょうね。話しましょう。めっちゃ目の中にあの丸い光がある。何がいいですか？待って、そ、え、待って、このスカートやばくない？ハンカチなかったら見えとるやん。じゃ、パンツパンやばくない？これ全身見えることないから、立ってくれないかな。やばい、これ水じゃダメだな。でも9万とか今払ってられないから、あ、レッドブルカクテルで元気になっちゃうか。レッドブルカクテルでお願いします。はい。え、これもしかして上げてる？上がってるの？ちょ、チアーズ、乾杯。あ、さすが、さすがアメリカ育ち。チアーズ。趣味は方言の話はないだろう。アメリカ育ちや言うてたやろ。初体験の食べ物って何？初体験と食べ物を並べるのやめてもらっていいですか？初体験の食べ物、何を答えるのかちょっと聞こう。この間、待って、なんかちょっと居酒屋行ったんですよ。入れ墨見えんだけど。そこで初めて食べたものがあるんです。あ、はい、あ、何何なんだと思います？え、何、どこ行った？ちょっとごめん、ちょっと入れ墨見てて聞いてなかった。どこ行ったって言ってた今。どう、タトゥー、あ、そう、入れ墨じゃねえわ、タトゥー、タトゥー。どこ行った？話聞いタトゥーシールかな、タトゥーかな、どっちだろう。居酒屋、チーズだろ、餅だろ、明太子だろ。チーズと餅は食ったことあるだろうから、じゃあたらこしか食べたことなかった明太子だろ。明太子だろ。博多かと思ったわ、明太子あるから。大正解。当たっちゃった。魚の卵って本当美味しいですよね。あ、こよも
魚卵好き。ちょっと見た目怪しいですけど、うん、大好き。でも趣味合う。声も飛びっことか大好き。趣味は、あ、飲酒量、お酒どれぐらい飲めるのか。あ、でもそこはさ、聞いといた方がいいよね。ね、これから通うのだとしたら。上流さんの飲みっぷり。あ、違った。こっち？素敵ですね。こっちの話？お酒、たくさん飲まれるんですか？あ、結構日本酒とか好きかな。すぐに酔いつぶれちまう。相手に合わせちまう。あるだけ飲んじゃう。あ、でも、ちまうじゃないけど、相手に合わせるわ、こよりは。その、ソフドリの人だったらソフドリ飲むし、飲める人は一緒に飲む。相手に合わせちまう。相手に合わせるかな。でも、それぐらい飲めるよってことよ。相手に合わせるんですか？うん。好き勝手に飲んだ方が楽しいと思いますけどね。嘘。優しい男だって思ってくれないの？ねえ、プレゼントを渡しますか？持ってない。マジか。はい。なんでもまた、あ、一番せんべいいいんじゃない？一番せんべい、ほら、アメリカ育ちだって言ってたしさ。せんべいのせんべいだよ、どうぞ。ん？あ、喜ぶ？Oh my god, a present? うわ！ Thank you! あ、喜べる！ちょ、まだなんだか見えないもんな。こん中にせんべい入ってる。絶対せんべい入れてる包み紙じゃねえだろう。回転する。今日とっても楽しかった。やばい、バッドコミュニケーションで下がる量多すぎただろう。どうも。難しかったな。ちょっとやっぱあれかな、こよりってさ、サバンナ育ちなんだけど、こよりはもう日本に染まりきった女なんで、違うのかな、感覚が。何も増えてない。海藻ね、なるほどね。このハートが増えてくと喋れるものが増えるんだ。おただいま。すごい良かったですよ、生っぽいキャバクラ。行ってきたぞ。おお、あの生っぽいキャバクラどうやった？生っぽかったか。ああ、まあ確かに生っぽかったな。他よりも艶めかしいというか、臨場感があるというか、よりリアルな恋人感覚になれる店だったかもしれない。あ、そういう方向にね、持っていくわけね。怪しい店ではなかったぞ。とても健全な店だ。あのクオリティならこれから流行ると思うし、なんか早口で報告してそうで嫌なんだけど、キリュウちゃん。なんかすごい饒舌になってやん。おー、さすがムッツリスケベの上流さんや。いつもは無口なのにキャバクラのことになると饒舌やん。あんまりからかうな。俺は依頼でやってるんだぞ。まあ1回でいいのに2回行きましたけどね。冗談。ありがとな、上流。これは依頼の報酬や。おお、栄養補給。これ元気になってまた行ってこいってこと、赤目さん。そういうこと？すごくいい店だったって伝えとくわ。また頼むで。無事依頼をこなせたな。だがとてもいい店だった。今度はプライベートでも行ってみるとしよう。あ、今度じゃなくて今も行ったがな。今も一回戻って行ったけどね。